どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA クレジットカード新規入会キャンペーン開設ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。2021年になってですね、なかなか始まらないなと思ってたわけなんですけども、2021年ですね、3月15日よりですね、 ANA クレジットカードの新規入会キャンペーンね開始っていう風になりましたので、これからですね ANA カードね発行検討されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなという風に思います。まず ANA クレジットカードをね発行する際に獲得できるね ANA マイルについてなんですけども、まず一つ目がですね、マイ友プログラムっていう ANA がね行っているキャンペーンがあるわけなんですけども、こちらでねマイルがもらえます。で2つ目ですね、2つ目が今回ね発表された ANA クレジットカード側のキャンペーンっていう風になっておりまして、3つ目がですねクレジットカード会社側が行っているキャンペーンですね。でですね4つ目に、こちらはクレジットカードによってねあったりなかったりするわけなんですけども、ポイントサイトの案件もね利用できるという風になっておりますんで、30ドル40ドルがねできるっていった形になりますんで、ぜひね取りこぼさないようにねしていただければなというふうに思っております。でですね、 ANA が行っているマイ友プログラムとですね、 ANA 側がね行っているキャンペーン、またね今回 JCB のキャンペーンもあるわけなんですけども、基本的にですね ANA クレジットカードをね初めて持つ方のみというふうになっておりますんで、この点はね注意していただけたらなというふうに思っております。それではまず ANA のねマイ友プログラムなんですけども、こちらは ANA がね行っているキャンペーンというふうになっておりまして、 ANA のねクレジットカードを保有している方の紹介番号とお名前をですね ANA のサイトで入力するだけで、一般カードであれば500マイル、ゴールドカードであれば2000マイル、プレミアムカードであれば5500マイルがね申請するだけでもらえるっていった形になっておりますんで、これからねクレジットカード発行される方はですね、周りの方に ANA のクレジットカードね保有されている方ねいらっしゃらないか、ぜひね探していただきたいなっていうふうに思っております。もしねいらっしゃらないっていう場合はですね、私から紹介っていうね冗談はいつも言わせていただいてるんですけども、ひとまずですねANA のクレジットカードね発行される方はですね、周りにね保有されている方いらっしゃらないか、ぜひね探していただきたいなっていうふうに思っております。でですね、マイ友プログラムの申請サイトについてはですね、動画の概要欄にね載せておきますので、こちらねクレジットカード発行する前にですね申請ねしていただけたらなというふうに思っております。それでは次に、今回ね発表された ANA 側のねキャンペーンというふうになっておりまして、最大ね1万4000マイルプレゼントということで、今回のね対象カードは ANA の一般カード、 ANA の交通系のカード、 ANA のゴールドカード、ANA プレミアムカードということで、基本的にはですねほとんどのね ANA のクレジットカードが対象っていう形になっております。でですね、 ANA カードゼロっていうねクレジットカードがあるわけなんですけども、今回のキャンペーンについてはですね、このクレジットカードは対象外っていう形になっております。でですね、キャンペーンの期間についてなんですけども、2021年の3月15日からですね2021年の6月30日、カード申し込み書到着分っていう風になっております。でですね、こちらはエントリーがね必要という風になっておりまして、こちらの期間がですね2021年の3月の15日から2021年8月31日っていう風になっております。エントリーがね必須っていう風になりますんで、公式サイトはですねこちらも概要欄にね載せておきますので、確実にねエントリーねしていただけたらなという風に思っております。でですね、こちら発行前でも発行後でもですね、エントリー自体は前後しても OK っていう風になっておりますんで、ひとまずエントリーだけはね忘れずに行うようにしていただきたいなっていう風に思っております。それではですね、今回対象カードはねかなり多いっていう風になりますんで、一般カードでですねおすすめの交通系のクレジットカードなんですけども、 ANA JCB ソラチカカードと ANA JCB ソラチカゴールドカードでね解説ねしていきたいなというふうに思っております。まず ANA JCB ソラチカ一般カードからですね、こちらは年会費初年度無料っていうふうになっておりまして、2年目以降がね年会費2000円っていうふうになっております。でですね、もらえるマイルについては入会ボーナスマイルで1000マイル、
またね、クレジットカード利用で最大1万マイル、またね、期間中 ANA グループ登場1回するとですね、1000マイルがね、もらえるっていった形になっております。でですね、こちらのキャンペーンの期間はですね、2021年の3月の15日から2021年8月31日っていう風になっておりまして、入会ボーナスのね、1000マイルはクレジットカードね、発行するだけでもらえるっていった形になっております。次にクレジットカード利用でね、マイルがもらえるわけなんですけども、期間中に30万円以上、60万円未満の場合は5000マイル、60万円以上の場合はですね、1万マイルがね、もらえるっていった形になっております。でですね、こちらのキャンペーンもね、エントリー必須というふうになっておりまして、エントリー期間とクレジットカード利用期間については、2021年の3月15日から2021年の8月31日クレジットカード決済分までっていうふうになっております。それでは次に ANA JCB ソラチカカードはですね、 JCB のクレジットカードというふうになっておりますので、次にですね、 JCB 側のキャンペーンですね、こちらもですね、 ANA の JCB カードがね、初めて発行する方のみね、対象という風になっておりまして、カード申し込み期間はですね、こちらね、もう結構前からね、キャンペーンが始まっておりますので、キャンペーン終了はですね、2021年の3月31日までっていう風になっております。でですね、エントリー期間が2021年の6月30日までっていう風になっております。こちらもね、エントリー必須という風になりますので、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、忘れずにね、エントリーしていただけたらなというふうに思っております。でですね、もらえるマイルについてなんですけども、新規発行するとですね、 JCB の置き時ボーナスポイントで300ポイント、こちら900マイル相当分のね、マイルが付与されるっていった形になっております。またですね、期間中にクレジットカード利用でね、マイルがもらえるっていうふうになっておりまして、クレジットカードの利用期間はですね、2021年の6月30日までっていうふうになっておりまして、10万円利用して10マイルコースであればですね、決済分の1000マイルとですね、500置き時ボーナスポイントがね、もらえるっていった形になっております。こちらね、1500マイル相当というふうになっておりまして、50万円を利用するとですね、10マイルコースであれば決済分5000マイルと2000置き時ボーナスポイントがもらえます。こちらは6000マイル相当といった形になっております。でですね、100万円を利用するとですね、10マイルコースであれば決済分として1万マイルがね、もらえるというふうになっておりまして、プラスでね、5000置き時ボーナスポイントをね、もらえるっていった形になっております。こちらはですね、1万5000マイル相当っていうふうになっております。次に家族カード入会で300置き時ポイントをね、もらえるっていうふうになっておりまして、こちらね、900マイル相当がね、もらえるっていった形になっております。でですね、入会時にキャッシング枠設定とエントリー、またね、発行後に10万円の利用で300マイル相当の100置き時ボーナスポイントをね、もらえるっていった形になっております。でですね、こちらの JCB のキャンペーンはですね、基本的にプラスでもらえる分についてはですね、全て置き時ボーナスポイントでね、付与されるっていう風になっているわけなんですけども、 ANA JCB ソラチカカードをね、保有していると置き時ボーナスポイントからですね、東急メトロポイントにね、交換することができるっていった形になっておりまして、置き時ボーナスポイントはですね、直接ね、 ANA マイルに交換するよりですね、ポイントレートがね、高くなるっていう風になりますんで、発行する方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいなっていう風に思っております。今回のね、 ANA JCB ソラチカカードのキャンペーンでは合計するとですね、5700置き時ボーナスポイントがね、獲得できるわけなんですけども、この置き時ボーナスポイントをですね、そのまま ANA マイルに交換すると1ポイントですね、 3ANA マイルにね、交換することができるという風になりますんで、 17100ANA マイルにね、交換することができるわけなんですけども、東急メトロポイントをね、経由して ANA マイルにね、交換するとですね、1ポイント 4.5ANA マイルにね、交換することができますんで、5700置き時ボーナスポイントをですね、この東急メトロポイント経由で交換するとですね、 25650ANA マイルにね、交換することができるっていった形になるんですよね。まあね、手間はね、増えるわけなんですけども、こちらね、経由するだけで8550マイルほどね、増えてね、獲得することができるっていった形になりますんで、発行される方はですね、確実にね、経由してですね、 ANA マイルね、交換していただけたらなというふうに思っております。それでは次にポイントサイトの案件ですね。 ANA JCB ソラチカカードはですね、ポイントサイト、ポイントインカムをね、経由すると8000分のね、ポイントがもらえるっていう風になっておりまして、こちらね、 ANA JCB ソラチカカードをですね、ポイントサイト、ポイントインカム経由でですね、発
行するだけでもらえるっていう風になりますんで、かなりね楽にねポイント獲得することができるっていった形になっておりますんで、こちらね忘れずに経由してね発行していただきたいなという風に思っております。こちらねもらったポイントサイトポイントインカムのポイントはですね、東急ルートでね ANA マイルに交換すると 75% でですね ANA マイルに交換することができるっていった形になりますんで、 6000ANA マイルにね交換することができるっていった形になってるんですよね。でですね ANA JCB ソラチカカードの発行でいくらね合計でもらえるかというとですね、まず ANA のマイ友プログラムで500マイル、 ANA クレジットカードの入会ボーナスで1000マイル、またね ANA のキャンペーンで1万1000マイル、 JCB 側のキャンペーンで2万5650マイル、またですね利用分10マイルコースであればですねプラス1万マイルがねもらえるっていう風になっておりまして、ポイントサイトのね案件で6000マイルがね獲得することができるっていった形になりますんで、こちら最大合計5万4000と 150ANA マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。 ANA JCB ソラチカカードは初年度年会費無料のねクレジットカードなんですけども、ここまでねマイルがもらえるっていう風になりますんで、かなりねおすすめっていった形になっております。それでは次にですね ANA JCB ソラチカゴールドカードですね、こちらゴールドカードということで年会費がね1万4000ねかかるっていった形になっております。でですね ANA 側のキャンペーンについてもこちらゴールドカードということで先ほどねちょっと変わるっていった形になっておりまして、入会ボーナスですね2000マイルがねもらえるっていった形になっておりまして、クレジットカード利用でですね最大1万マイルがねもらえるっていった形になります。またね期間中にね ANA グループの運行便に1回搭乗するとですね2000マイルがねもらえるっていった形になっております。こちら合計するとですね1万4000マイルがねもらえるっていった形になります。それでは次にですね JCB 側のキャンペーンですね、こちらもねゴールドカードということで内容がね少し変更っていった形になっておりまして、まずね新規入会で3000マイル相当の1000オキドキボーナスポイントがねもらえるっていう風になっておりまして、2021年6月30日10日までに10万円以上決済すると通常決済分1000マイルプラスですね500オキドキボーナスポイントがもらえて、50万円以上ね利用すると通常決済分5000マイルとプラスね2000オキドキボーナスポイントがもらえます。でですね100万円以上利用すると通常決済分1万マイルプラス5000オキドキボーナスポイント、200万円以上利用すると通常決済分2万マイルとプラスね8000オキドキボーナスポイント、300万円以上利用すると通常決済分3万マイルプラス1万オキドキボーナスポイントがねもらえるっていった形になっております。また家族カード発行で300オキドキボーナスポイントがねもらえるっていう風になっておりまして、ソラチカゴールドカードですね家族カード年会費ね2000円かかるわけなんですけども、2021年の3月29日まではですね3年間キャッシュバックキャンペーンっていうのがね行われているっていう風になっておりますので、こちらね年会費かからずしてですねマイルねもらえるっていった形になります。またね入会時にキャッシング枠設定とエントリーと発行後ね10万円以上の利用で300マイル相当の100オキドキボーナスポイントがねもらえるっていった形になっております。こちらの JCB のキャンペーンもですね先ほどと同様ですね、ポイント交換についてはですねオキドキボーナスポイントから東急メトロポイントをですね経由していただいて ANA マイルね交換していただければなというふうに思っております。合計獲得マイル数はですね1万1400オキドキボーナスポイントがねもらえるっていった形になっておりますんで、本来3万4200マイルにね交換することができるわけなんですけども、東急メトロポイントをね経由して交換していただければですね5万1300マイルにね交換することができるっていった形になっております。それでは次にポイントサイトの案件ですね、こちらはですね先ほどの ANA JCB ソラチカカードと同様にですねポイントサイトポイントインカムでクレジットカードね発行するだけで6000分のねポイントがもらえるっていう風になっておりますんで、こちらね東急ルートで交換すると4500マイルがね獲得することができるっていった形になっております。でですね ANA JCB ソラチカゴールドカードですね、こちら全部を合計するとマイ友プログラムで2000マイル、新規入会で2000マイル、 ANA 側のキャンペーンで1万2000マイル、
300マイルの利用で51,300マイル、こちらね通常利用分を入れるとプラスね3万マイルっていう風になっておりまして、ポイントサイトの案件で4500マイルがね獲得することができますんで、合計すると10万とね1800マイルがね獲得することができるっていった形になるんですよね。クレジットカードのね年会費と利用額はねかなり高額なんですけども、もらえる ANA マイル数もねかなり多いっていう風になっておりますんで、もしねクレジット決済額ね利用できる方であればですね、悪くないかなっていう風に思っております。それでは次にですね、 ANA アメックスと ANA アメックスゴールドクレジットカードですね。 ANA アメックスクレジットカードもですね ANA のクレジットカードっていう風になっておりますんで、今回開始になったですね ANA 側のキャンペーンもね狙えるっていった形になっております。でですね、内容についてはですね、先ほどねソラチカゴールドカードの時にね紹介した通りっていう風になりますんで、こちらね省略させていただきます。でですね、アメックスのクレジットカードに関しては新規入会キャンペーンがねあるわけなんですけども、既存のねアメックスを保有されている方から紹介でね発行するとポイントがね多くもらえるっていう風になっておりますんで、このポイント数ですね解説ねさせていただきますんで、この点はねご了承いただければなという風に思っております。まず ANA アメックス一般カードですね、こちらね年会費7000円っていう風になっておりまして、またですねポイントをですね ANA 周りに交換するのに移行手数料っていうのがですね6000円かかるっていった形になっておりますんで、この点はね注意していただきたいなという風に思っております。でですね、新規入会キャンペーンとして発行をですね3ヶ月以内に10万円以上の決済で4000ポイント、3ヶ月以内に30万円以上利用するとね5000ポイント、3ヶ月以内に50万円以上ね利用すると6000ポイントがねもらえるっていった形になっております。こちらね合計すると1万5000ポイントがね獲得できるわけなんですけども、50万円のね通常利用分を入れるとさらにね5000ポイントっていう風になりますんで、合計ね2万ポイントがね獲得することができるっていった形になります。でですね、合計すると ANA アメックス一般カードはマイトムプログラムで500マイル、入会ボーナスマイルで1000マイル、 ANA 側のキャンペーンで11,000マイル、アメックス側のキャンペーンでね2万マイルがねもらえるっていう風になりますんで、合計ね32,500ANA マイルがね獲得することができるっていった形になっております。それでは次に ANA アメックスゴールドクレジットカードですね、こちら年会費31,000円っていう風になっておりまして、ゴールドカードの方はですね ANA マイルへの移行手数料はねかからないっていった形になっております。でですね、新規入会キャンペーンとして発行後3ヶ月以内に10万円以上の決済で4000ポイント、3ヶ月以内に30万円以上の利用で2万ポイント、3ヶ月以内に70万円以上の決済で2万7000ポイントがねもらえるっていう風になっております。こちら合計するとね5万1000ポイントをね獲得することができるわけなんですけども、70万円のですね通常決済分を入れるとプラス7000ポイントということで、合計すると5万8000ポイントをね獲得することができるっていった形になっております。こちらもね1ポイント1 ANA マイルにね交換することができますので、5万8000マイルはね獲得することができます。 ANA アメックスゴールドクレジットカードのですねキャンペーン全部合計すると、 ANA マイトモプログラムで2000マイル、入会ボーナスで2000マイル、 ANA 側のキャンペーンで12000マイル、アメックス側のキャンペーンで5万8000マイルということで、合計するとですね7万4000マイルがね獲得することができるっていった形になってるんですよね。 ANA アメックスゴールドはですね年会費がね3万1000ということで、結構ね高額なクレジットカードなわけなんですけども、新規入会キャンペーンっていうのはですねクレジットカードの決済額はですねそこまで多くないわけなんですけども、7万4000マイルがね獲得することができるっていった形になっておりますんで、個人的にはですね結構おすすめかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA クレジットカード新規入会キャンペーン開始ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、 ANA のねクレジットカードね発行を検討されている方はですねぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思っております。個人的におすすめなのはですね ANA JCB ソラチカカードの一般カードですね。こちら年会費ね初年度無料でね利用することができてですね、100万円利用して10マイルコースということでちょっとね手数料かかってしまうわけなんですけども、最大ね5万4150マイルがね獲得することができますからね、かなりねいいのではないのかなというふうに思っております。またですね ANA アメックスゴールドクレジットカード
ですね。こちらね70万円の決済で7万4000マイルっていう風になりますんで、こちらもねかなりいいのではないのかなっていう風に思っております。でですね、 ANA ダイナースのねクレジットカードも新規入会キャンペーンね行っているわけなんですけども、こちらに関してはですね個別にね動画出しておりますんで、気になる方はですね以前ね公開しておりますので参考にねしていただけたらなっていう風に思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいという風に思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンモンホテル、ヒルトンホテルのほどについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。